入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも喋っていきます。受験トーク、今日も喋っていきましょう。アナリズムの矢田です。矢田です。山本です。はい、今日のテーマはですね、はい、まあ、家でね、こう勉強するときに、うん、こうやる気をちょっとキープする、うん、持続する方法、うん、はいはいはい、何かあれば、うん、お二人の意見を聞きたいと。はい、はい、なるほど。そうですね、僕がやってたことなんですけど、でこれは実際に継続できてたんですけど、場所を変えるっていうことは、家の中でもその自分の机でやる朝とかやったらやって、で3時間ぐらいやって、でそのままずっとやってたらやっぱりしんどくなるというか、もう集中力絶対かけてくるんで、で家の中で場所から、例えばリビングでやるとか、でその次、例えばずっと椅子やったらしんどいからっつって、なんですか、低い机というか、はいはいはい、座る机、こたつとか、こたつとかでやるとかっていう形で、場所をこう時間を区切って分けたりとかすると、僕はもうそれだけで集中できてたんで、うんうん、環境を変える、環境を変えると、それはありやな。ありやな、そうやな。やる気を持続させる方法やろ、うん、でやる気を持続させるっていうことで悩んでるっていうことは、多分もちろんやる気が上がったり下がったりするっていうことで、もちろんやる気上がってる時に関しては何も問題ないと思うんだけど、うん、やる気下がってる時にはどうしよう、今その調子じゃないなっていうふうに問題が起こってしまって、まあ、でも人間やから、こうめっちゃいい調子の時と悪い調子の時って絶対あるよね。でその中で重要なのは、悪い調子になった時にすぐに回復することっていうのが非常に重要だと思う、うん、悪い調子、俺の話やけど、悪い調子になる時ってやっぱり将来の展望がきちんと見えへん時だと思うよね、うん、だからなんで自分今こんな勉強してんねやろうとか、なんでこんな辛い思いせなあかんねやろうとか、大学受験のこの17歳18歳の時って実は勉強のことだけが問題じゃないことって多いやん。家庭環境が悪くなったり、いろんな勉強以外のことでこう悩まされたりする時期ってすごいあるやんか。でそんな時にやる気って落ちるけど、やっぱりその時にキラキラした未来の自分っていうのをちゃんと見据える、ちゃんとそれを思い出す、なんで受験勉強してるんか、受験勉強することによって自分はどうなるんか、どういう風なハッピーな未来が待ってるんかっていうのをもう一度思い出す、うん、声に出してもいいし、俺やったら紙に書いて部屋に貼っとく、うん、大学受験受かった暁にはこれをする、あれをする、こうする、こうするっていうのを紙に書いて壁に貼っといて、絶対終わったらもうこんな素晴らしい大学生活が待ってて、こんな、素敵な人にも出会えて、家族もすごくうまいこと言って、親孝行もできて、もう最高な人生が待ってるっていうことを思い出す、で刷り込むためにも声に出して読んでもいいと思う、その紙を。そうすることによって、自宅での勉強っていう風にくくられてる話やから難しい、まあ、他の人とか使われへんから難しいけど、自分で高めていくんやったらそういう方法が一つあるんじゃないかなと思います。素晴らしいね、まあ、ちょっと参考に、ね、なればいいかなと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。登録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